それは世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指して。ゴエモンしっかり。エマージェンシーだ、レスキューチーム。大丈夫かゴエモン。あんたはゴエモン。心配すんな、ちょっと張り切りすぎちまっただけだ。それより次の試合。一体何が。すごいやつだったぜゴエモン。とんでもなく熱い試合だった。ゴエモンと戦ったのはあんたか。 Exactly! グレートに痺れるバトルだった。この国にあんなボトルバトラーがいるなんて驚いたぞ。ユーが次の対戦相手のコータだな。俺は武藤ユキジ、よろしく。よろしく。最初はちょっと退屈かなって思ってたけど間違ってた。コータ、ユーとも熱いバトル期待してるぜ。おい、なんかわかんねえけど、とにかくやろうぜ。ちょっと待ってくれ、もうすぐ。ハンター？フォー！グレートの大ジョージ！わかってる、わかってる！レスキューチーム！彼も運んでやってくれ！コウタ、気をつけろ。あいつは、強え！どんな相手だろうと、戦った後はリスペクトする。さすがだ、ジョージ。あんたらは紹介するぜ、コウタ。俺の双子の兄、武藤ジョージだ。クールでかっこいいだろ。武藤兄弟、やはり勝ち上がってきたか。よっ。メタルバンドのメタミルハイウェイがボトルバトルに参加したと大ニュースになったからな。メタミル？今世界で一番人気のあるバンドだ。そんなことも知らないのか。うちテレビもラジオも PC もスマホもないし、とにかくそのバンドの二人が無敗でプラチナランクまで一気に駆け上がったんだ。プラチナ？ゴールドよりさらに上のランクだ。すっげえ、あいつら強いんだな。わからないのはなぜわざわざこの大会に出た。トーナメント表で名前を見つけた時は驚いたぞ。ユウと少しでも早くバトルしたかったからだよ。ホカリリョウ。僕とユウの噂、俺たちのところまで届いてたぜ。天才出現ってな。それを聞いちゃステイしてられないだろう。それとコウがコウタ、ユウともだ。聞いてるぜ、ホカリリョウと引き分けたんだってな。グレイトなやつだぜ。ボトルキングになるのはこの俺だからな。ナイス。そうでなくちゃ。さあ、ボトルバトルしようぜ。おい、望むところだ。ボトルバトルカップ準決勝、対戦するのはこの2人。メタミル、メタミル。コウタンも頑張れ。ラウンド1、プッシュボトル。同時に打って中央のボトルを相手の陣地に押し込んだ方の勝ち。プラチナだろうがゴールドだろうが関係ねえ。シュワッツ弾けてやるぜ。行くぞコラマル。ミラクルミルクル、見せてやろうぜライジングミルク。レディーキャップ、ボトルバトルゴー。最初から全力だ。スプラッシュバースト。力を一点に集中させる、パワータイプだからこそのこの技。これは驚異の8連射です。太鼓型大型マガジンを装備するライジングミルクにしかできない技です。スプラッシュバースター。
ソバを。ラウンド1勝者、ユキジ選手。